どうも、ねずっちです。えー、今日はですね、これから長野県の小諸というところに仕事に行ってくるんですけどね、えー、新幹線で行ってきますけども、でも小諸っていうのは東京からこう行くとなるとですね、例えて言ったら野球のホームランと一緒だね。うん。どういうことかって、柵を越えていくってね。ねずっちです。あ、手前にね、柵紙があるんですよ。また。